はい、皆さんこんにちは、まいちきゅうです。いつもご視聴、コメント、高評価ありがとうございます。ドリフトスピリッツ8周年本当におめでとうございます。このね、ソシャゲ戦国時代にあって、素晴らしい偉業だと思います。このままぜひね、9周年そして10周年と迎えていただきたいと思いますが、今日の動画、もちろんこのね、8周年記念イベントについて、深掘りしながら、そしてね、要点など含めたものをね、撮っていこうと思うわけですが、そんな時代になってしまったかというね、びっくりする、そして恐ろしいようなね、内容のお知らせもありました。それ含めてできる限り短い動画にね、したいと思います。たくさん中身があるのでコンパクトにね、まとめることができたらと思いますので、皆さんぜひね、最後までお付き合いください。では早速見ていきましょう。本日朝からたくさんこういう風にね、お知らせが来ていました。もうね、8つほどね、お知らせ、まあ、8周年ということでたまたまかな、8つほどね、お知らせが来ていましたが、まあこの8周年記念キャンペーンということで、このイベントスケジュールも出ています。10月28日本日ですね、から11月9日までがボスバトル、そして11月11日から16日までがバトロワ、そして18日から23日がドリサバ、そして25日から12月7日、ここでね、もう一度ボスバトルがあるということです。まあ、TBR がね、ない形になっていますね。はい。そして、これね、素晴らしいですね。ありがたい。8周年記念スペシャルログインボーナスということで、期間中毎日11年無料化オーダー、これをゲットできるということと、この8周年記念スペシャルログインボーナス2では、この28日から12月7日、毎週1回ログインするたびに800ゴールドということですね。1週間につき800ゴールドを6週間ということなので4800ゴールドをゲットという形になっています。素晴らしい大盤振る舞いだとね、思います。そして8周年記念プレゼントということで、今回はこの8周年記念のアバターと XD の GC8 ですね、こちらの星5車両が配布という形になっています。そしてホイールオーダー、新しいシャープ10ですね、こちらが開始になっています。これ少しね、見ていきたいと思います。はい、こちらドリスピ仕様のね、ハロウィーン2016年バージョンということで、まあこの新しいね、ホイール含めた、シャープ10のホイールオーダーですね、こちら。そしてこちらがね、僕としても本当に嬉しかったものです。やっとね、中身リニューアルしてくださいました。11年無料カーオーダー、こちらに新しく、なんとメインとしては日産 GTR ニスモ R35 2017、こちらがね、含まれるようになりました。そしてこのウラカンですね。こちらもね、僕持っていない車両でもあります。同じような方もね、おられると思いますので、嬉しいかと思います。そしてセドリックのね、HY33、こちらも入っているという形ですので、新しくね、このリニューアルされてからの11年無料カーオーダー、これはね、楽しみになってくるかと思います。こちら、先ほども見ていきましたが、28日から12月7日まで毎日ということですので、最大ね、451連引けるということです。ぜひね、2017年バージョンのニスモ R35 またはウラカンなどね、ゲットしていきましょう。そしてアニバーサリーオーダー開催ですね。こちら8周年ということで、アンケートでも出たこのね、FK8、こちらの周年車両ですね、8周年車両なども当たるという、アニバーサリーチケットで引けるオーダーとなっています。そしてこれですね、驚いたものは、車両の星7プラプラレアリティを開放ということで、ここを開いていきましょう。はい、今までもね、数台開放されていますが、なんと今回のキリン、これもね、すでに星7プラプラとして含まれているんですね。星7プラプラの戦闘力、なんと715ということです。そしてこのイタルデザイン、こちらも入っていますね。そして SVJ、 そしてこの MCR の R35、そしてこのリバティウォークの NSX-NC1、 こちらも入っています。以下このような車両たちが、星7プラプラ開放されています。今回のイベントでも出てくるブラックスターのリブートも、星7プラプラ開放されていますね。他には NSX-NC1、 このフェリオスやヒエンのゴールドエディション、そして絶影、全てを読み上げるととても時間がかかってしまうんですが、本当ね、今回星7プラプラされた車両はね、とっても多いです。皆さんが持っている車両も多いですね。なんと先日開催されたばかりの GR スープラモンスターエディション21年バージョン、こちらも星7プラプラ開放されているということですので、
まあ、もちろん20年バージョンもね同じように開放されていて、 FD の下級圧などまあ本当ね強者ですよね。強者が勢ぞろいですね。一斉に星7プラプラ解禁されたということで、皆さんぜひねご自身で要確認というところです。いやすごい時代になってきたかと思います。はい、ということで驚きの連続ではありますが、8周年記念イベントボスバトルの概要、早速入っていきましょう。期間10月28日本日ですねから11月9日22時59分までの開催となっています。最上位ランキング報酬はこのホンダ NSX タイプ R NA1 キリンとなっています。星7の戦闘力700を突破して一気にね703まで来ました。前回までの最高戦闘力が698だったかな、なので一気にね5上回ったという形になっています。いやーすごい時代になりました。そして上位ランキング報酬、こちらランサーエボリューションの、ブラックサンリブート、こちらは星7で662ということです。まあこのキリンから見るとね戦闘力が一気にちょっと低く見えてしまいますが、それでもねこのブラックスワン系ですよね、ゴールドエディションとかいろいろありましたが、新しいこのねブラックスワンの1台ぜひゲットしたいという方もおられるでしょう。そして昨日も見てきましたが、とうとう登場してくれた三岡のオロチですね。こちらの車両、まあ、いろんな車ゲーがありますが、オロチっていう車両をね実装しているゲームっていうのはなかなか少ないので、そういう部分でもね嬉しい方は多いかと思います。戦闘力星6で565となっています。こちらがボーナス効果大ということですね。そして日産のパルサー、こちら昨日も見ていきましたが、戦闘力星5で474、ボーナス効果は中となっています。そしてレベル10枚ボス撃破報酬として、スイスポの ZC33S ですね、こちらをゲットできるということになっています。こちら星6で戦闘力535、ボーナス効果勝負もつくということです。そしていつものように撃破報酬も設定されていますが、仲間の方オカルトマニアのリノ、このようなステータスになっています。星3ですね。それでは一応ボーナス効果詳細これをまとめて見ていきましょう。車両の方ではこのオロチも星7まで育成することができます。こちらが 100% アップ、ボーナス効果大ですね。ボーナス効果中はパルサー、こちらも星7まで、グレードアップすることができます。 50% アップとなっています。そしてボーナス効果賞は今回、配布していただける GC8、 こちらがリアリティ関係なくボーナス効果賞 20% アップ、以下スイスポ、そして以前の周年車両 R33、 ランエボ4、そして FD、 そして今回の FK8、 こちらの周年車両4台を含む6台かなが、ボーナス効果賞 20% アップとなっています。さて仲間の方も見ていきましょう。ボーナス効果台は、現在開かれているオーダーでゲットできるワズオアイドルセッカ、こちらが 100% アップとなっています。そしてボーナス効果中、こちらがパリピキドリのエイボ、 50% アップです。そしてボーナス効果賞、こちらが、撃破報酬でもゲットできるオカルトマニアのリノとなっています。それでは今回のランキング報酬見ていきましょう。中間ランキングはいつものようにプラチケや会社交換許可券、メダルなどですね。最終ランキング、さて最上位報酬車両、そして上位報酬車両どのような設定になっているでしょうか。こちらは、はい、やはり100位までの方ですね。1位から100位までの方が、ハイスペックこの NA1 のキリンをゲットという形になっています。そして上位報酬車両のブラックスワンリブートの方、こちらは3000位までの方ですね。1位から3000位までの方がこのブラックスワンのリブートをゲットという形になっています。そして特攻車両にも設定されている車両ですね、こちらオロチの方は3001位から5000位の方、そしてパルサー GTI-R の方、こちらは5001位から7500位の方がゲットできるという形になっています。はい、それでは図鑑の方にやってまいりましたが、今回のボスバトル、まあ、8周年記念イベントでのボスバトルでの最強車両として、現れた NSX の NA1 のハイスペック車両、こちら見ていきましょう。これね僕バトルもしてみたんですけど、ほんとね見た目もかっこよかったです。まあ NSX っていう車両自体がね僕の中でも本当出来上がっている
まあ、見た目としては本当にかっこいい車両っていうものもあるんですが、まあ、そこにねドリスピのハイスペックっていうのは本当なかなか皆さん満足できるようなね作り込みをしてくださっているので、まあ、かっこいいですよね。間違いなくかっこいいかと思います。まあ、このウィングに関しては賛否両論ありますが、僕としてはねこの NA1 とてもかっこいいなと思っています。今までの最強戦闘力、この MCR や NC1 ですね、リバティウォークの、それに一気に5プラスされた703ですね。これを星7プラプラにすると715という戦闘力ですね。いや、ほんとすごい時代になってきました。これをパッと見て皆さんハンドリングにね目がいくかと思いますが、そうですね、4475、すごいこのハンドリングになっていますね。爆破で有名なこのモンスターエディション21年バージョン、こちらが4716と、まあ圧倒的にズバ抜けたハンドリング値ではあるんですが、高速性能3196、加速性能1848というところで、もう明らかに今回のキリンの方が、両方とも上回っていますね。加速性能2200というところも、このリバティウォークの NC1、そしてこの MCR、 そしてこのアベンタドールの SVJ、 まあこのイタルデザインは2300到達していますが、まあ、そこに引きを取らない、ステータスになっていますので、この加速、そしてこのハンドリング、このステータスにおいてね重要な部分を占めるこの2項目、これだけ高いステータスになってくると、もう間違いなく戦闘力、そしてステータス含めたものを丸々ね最強と言っても過言ではない部分になってくるかと思います。これは間違いなく100位以内でゲットする、そのためにねガチで走る方多いと思います。見た目もねやはりかっこいいですよね。ということで簡単にリバティウォークの NC1 をねこの上に乗せて見ていこうと思いますが、こういう風にねニトロ性能がしっかり抑えられていて、ハンドリングでこれだけ大幅にね上回っているというところですね。同じホンダの NSX という車両ですが、最新のね NC1 よりこの NA1 が勝ってしまうという、このドリスピンならではの現象ですね。このステータスのヤバさが、明らかになっているかと思います。この星7プラプラまでね成長させることができるキリン、初めてですね新規車両が星7プラプラにね一気にグレードアップできるっていうのは初めてのことかと思いますが、今後こういうことも出てくるということになるでしょう。ということで星7車両っていうものが当たり前になってきて、星7プラプラ車両っていうものもねこれからどんどん目にするっていう時代に突入してきたのかなと、感じています。はい、ということで今日も、8周年記念イベントについてねこのボスバトルまとめていきましたが、皆さんいかがだったでしょうか。このね中身に関してもとてもね豪華な仕様だったかと思います。このチャレンジに関しても少し触れませんでしたが、この期間限定というところでこのねコンプリートすることによって、最初はね300ゴールドですね、8周年記念チャレンジ、そしてこの後にさらに500ゴールドをゲットできるという8周年記念チャレンジもありますので、毎週800ゴールドをいただけるものにね加えてさらにこういうものもあります。運営さん、大盤振る舞いありがとうございますというところですが、やはりね星7プラプラ社のねあれだけ一気に解放された部分もあります。今回解放された中にもね皆さんが所持しておられる車両があるかと思いますので、ぜひご自身の持っているメダルとね相談の上星7プラプラまで育成してみるのもいいかもしれません。はい、ということで、とてもねたくさんの、お知らせがあるのでまとめるのは大変でありましたが、皆さん最後まで見てくださって本当にありがとうございました。第1弾ということですので、今後のね第2弾第3弾第4弾と皆さんねぜひこの8周年記念イベント楽しんでいきましょう。はい、ということで皆さん最後まで見てくださってどうもありがとうございました。ではまた次の動画でお会いしましょう。じゃあまたね。